しくは概要欄を見てね。どうもヒデさんです。今日はエアコンの工事じゃなくて換気工事だよということでね、こちらの浴室暖房換気扇、三菱社製のものから、同じ三菱社製のものに更新、全く同じ、後継機種、脚立をね、まずね、養生引いたお風呂場に持ってきました。これね、三尺四尺の伸縮の優れものだよということでね、じゃあ作業を始めていきますか。この手のね、浴室暖房換気扇ね、あまりやったことがないよと。ビスね、とりあえずここ2発止まってますね。同じものへの更新なので、後で考えたらね、新しい新品のね、据え付け説明書を見ればよかったんですが、見ないまま手探りで始めました。まずはね、この2発、ビス、2点緩めれば外れるのではないかというところでね、考え中、ビスを緩めて外してみようかというところの状況です。はい、ちょっと浮かして覗かせていただきますよと。どうなってんだべ？あのネズミ色が電源線かな？はい、じゃあ顔はやめなよ。ボディということでね、ボディのビスを2発外して本体をね、本体カバーを外してみました。はい、カバーを外すよ、外れたよと。よいしょ、ここに置いておこう。中はどんな感じかな？はい、こんなになってます。瞑想中迷い込んだか。どこに電源の端子台があるんだ。外したビスは受け皿に入れておこう。なくさないようにね。はい、そして配線図がここに書いてあったので、どれ。そうするとこの左側に電源が来てるのではないかということで、カバーを外して、ほら、あった。あ、この緑とね、黒と白がこれ電源だ。よし、じゃあこれを切り離そう。ほら、ここにね、書いてあった、ほら、これ電源これだよっていうこと書いてありますね。さあ、そしたらね、テーピングしたので、これで外れるねということで外していきましょう。じゃあ外すよ。電源は持ってない。さあ、本体を下持ち上げて手前に引く。手前に引いてあげて、この換気にね、つながっている、これはもうコネクター外すの面倒だから切っちゃいましょう。切っちゃうよ。ペンチを取り出し、パチリンコと。はい、カットカッティング OK。 さあ、本体取れました。そして換気部分がまだ残ってるよということで、これも外さないとね。換気部分はね、6点ほどビスで止まっておりましたということでね、緩めてあげて取り外してあげたと。はい、取り外すよ。はい、線を抜きつつ手前に引き出し、はい、トレーリンコと。よし、トレーリンコってなんだろうね。まあそれはいいか。はい、電源線ね、外から来ておりました、壁の中からではなくて、外から来てたよと。とりあえずね、外した、このね、換気は車に乗っけリンコ。よし、はい、部屋うち戻って、これからね、換気取り付け段取りに入っていきたいと思います。まず梱包を開けて、この時ね、中身をしっかりと確認。これね、お客さんのね、支給品ということでね、一応メーカーさんの方に、お電話いただいて、これ後継機種ですよってことで、問題なく間違いなくつきますんでっていうことをね、お墨付きいただいて、それをご支給品ということで、私取り付けのみの手間受けということですね。さあ、工事をしていきたい。どうなってるんだ。まあ本当だね、これさっき外したものと全く設計的に変わったところがないというか、同じものだね。普通ね、このものを預かった時点で中身確認するべきですけれども、全く同じだったら本当にね、一番最初に言いましたが、据え付け説明書ね、見ればよかった。どういう風にね、セットされてるか、一発もう一目瞭然なわけじゃないですか。まあそれはよし。僕ちゃん、この換気扇も外したことあるから付け方わかるもんねとばかりに、とりあえずね、この換気部分の位置をね、だいたい目検討で合わせまして、そしてビスでね、6点止めました。ビス止めしてね、しっかりと固定して、これに引っ掛けるような形になるんだよね。引っ掛けて、そして下2点ビス止めという形になります。カメラアングルがあっちゃこっちゃ移動しまくっておりますが、ごめんなさいね。テレビなんかでね、この私のチャンネル YouTube 見てられる方は、なんでこれ縦動画になっちゃったのって思ってるかもしれませんが、今ね、試験的に縦動画で長尺ものを撮る、そういった実験中ということで、このね、発信活動もね、生き残りをかけてサバイバルな感じになってきてですね、いろいろ新しい試みをしていきたいと思っておりますんで、ご容赦くださいということで、とりあえずじゃあつけますかね。よいしょと。さあ、引っ掛けるよと。
エアコンほど重くなくていいよねということで、この電線をね、この、換気部分、穴を通すところからですね、外に通してあげて、そして引っ掛けると。何やらさっきからね、もうめちゃくちゃ手間取っておりますが、どうだ、引っ掛かるか。ただ爪に引っ掛けてあげて、パチンと、そして下ビス止めるだけだよね。でその時にね、下のね、ここのね、換気部分の電源というか線をコネクターでつなぐの忘れないようにね、もうすでにつないでありますよと一応お見せしましょうか。こんな感じ、ここつなぐようになってるんでね、防水のコネクターだよということでね、しっかりと、線をねパッチンっていうまでね差し込まないとダメですよ。はい、そしてビス止めをしていこうか。そしてビスでね2点止めました。そしてね、このね、ルーバー動かないようにしてあるためのテープ、すごくイライラが止まらない。昔ね、これね、これ三菱電機さんなんですけど、日立さんなんかでもね、この採用されてたこの繊維状のテープ、ものすごくイライラする。なんとか剥がれてよかった。はい、そしてリモコンね、リモコンほぼ形一緒、ほぼ形一緒ですが、一応ね更新したよということでね、新しいリモコンに交換しました。よくよくね、お客さんに聞いたら1年ぐらい前にね、リモコンの調子が悪くなって新しいものに交換したばかりだったということで、通りでね、もうそっくりなわけですよ。ほとんど変わらない。ちょっとね、デザインが、文字のデザインが違ったりしましたが、その辺以外は一緒。はい、中終わって外来ましたよ。はい、そしてこのね、換気のね、この蓋、チャッキ、ダンパーのこのテープ外すの忘れてた。危ない。ギリセーフ。気がついてよかった。まあね、試運転の時にね気がつきますけどね。さあ残りはね、電線を接続してあげて試運転を残すのみと。外皮を向いたらね、ここのね元の二方手の中に入れてあげて、ここでね圧着してあげると。圧着ペンチで圧着して F コを巻いて、その後ねビニールテープで巻かないとベトベトしちゃうよと。こんな感じ、収めてあげて、ビスで2箇所止めたと。そしてね、落下防止もしっかりとここにね、止めますよと。はい、試運転 P ということで。おー、いいね、いいね。あったかい風が出てきたよと。うん、いいんじゃないかい？最後までご視聴ありがとうございました。また見てください。詳しくは概要欄を見てね。